しょ。はい、どうもこんにちは、こんばんは、リンクスのオタクです。先日実家の方にね帰省しましたらね、なんか母親からね、あのシンガポールだかなんだか、なんか怪しい外国からね、なんかこの怪しげな荷物が届いてるよなんてことでね、ちょっとね酔っ払ってるの申し訳ない、帰省しましたらね、あの母親がそんなことをおっしゃってまして、聞いたらね、まあ、これだよってことでね、うん、これ受け取ってきたのでね、まあ思い当たる節があるんですが、まあ動画のタイトルの通りなんですけれども、せっかくねなんか届いたんでね、もう開けちゃったんですけどね、うん、Google Nest Mini と呼ばれるものでございます。 YouTube プレミアムっていうね有料プラン、 YouTube のねあの広告がつかないようにしつつ、なんか動画を見ることができるっていうね、あのそういうんなものがねあるんですよ。入ったことも忘れてたんですけど、 Google さんからねあの珍しくメールが来てまして、なんかね無料でねいただけるということでね、クリスマスの頃にね届いた方がね結構いらっしゃるようなんですけれども、Google さんからですねいただいたので、こちらを一緒に見ていきたいなと思います。はい、もう結構ね YouTube アップされてる方いらっしゃいますね。早いですね、さすがです。そう、せっかくねもらったんでね、うん、そう Amazon Echo っていうのをね使ってまして、それはね持ってるんですけどね、まあ今更と言ってはなんですが、まあなんかね結構アナ雪とかのねなんか CM とかでもね、うん、最近やってるんでね、ほにゃらほにゃららしてくれるっていうとね、なんかこう天気予報とかねラジオとか流してくれるみたいな、ご存知の方多いかなと思います。まあ気になってはいました。とにかく小さいね、僕のね手のひらサイズです。うん、そう、この類のものはね接続するまでがね結構面倒なんですよ。おそらくこれもあれでしょう、アプリとかをねダウンロードして使う感じですよね。まあね最近はねもう不要になったものはすぐメルカリに出品するとかね、そんな時代ですからね。まあせっかくねもらったんでね、さあこんな感じ。うん、かわいい、なんかいい匂いがする。 MacBook を開けた時の匂いみたいな。うん、かわいい。商品はこんな感じです。裏側がこんな感じ、壁掛けができるようです。ここにねマイクボタンがありますね。箱の中はねこれだけ。そう、ここにねケーブルが入ってるようですね。下には電源ケーブルですね。クイックスタートガイドというものが入っていました。 AC アダプターはこんな感じです。丸っこいですね。ここに Google のロゴが入ってますね。ホワイトのケーブルですね。簡単にセットアップの方していこうと思います。電源に差し込みます。ケーブルをねこの穴にセットします。差し込みが完了するとこちらがブルーに光り出しました。そう、カラーバリエーションもねあのいただく際にね選ぶことができました。僕は今回ホワイトを選んでみました。ご利用いただきありがとうございます。開始するにはスマートフォンまたはタブレットで Google ホームアプリをダウンロードしてください。音の再生や一時停止はこちらの真ん中をタップするようです。左側をタップすると音量を下げることができ、右側をタップすると音量を上げることができるようです。そしてね、この裏、このマイクスイッチね、これをオフにするためにはこれをスライドさせてオレンジにする。うん、今なんか喋りましたね。マイクがオフになっています。大まかなね、操作方法はこんな感じです。あとはマイクに向かって喋りかけて、Google ホームとね、コンタクトを取るといった形です。ボタンのね、ポコポコした音も可愛いなぁなんて。OK Google、バイオリンの音ってどんな音だっけ？こちらがバイオリンです。秋葉原駅から新国立競技場まではどうやって行くんだっけ？はい、秋葉原駅から国立競技場までは外堀通り東京都道405号が最適ルートです。渋滞気味の場合所要時間は約24分です。ゴリラの鳴き声ってどんなだっけ？こちらがゴリラです。チンパンジーの鳴き声は？こちらがチンパンジーです。うちのね祖母がね一人でね生活していたりするのでね、あのボケ防止とかにもねいいかもしれないなぁなんてね思いますね。家にね Wi-Fi が繋がっていないと接続はできないようですね。ということでね、今日はこちら軽く紹介してみました。うん、普段ね旅行とかホテルとかね、そう観光メインでやってるのでね、あまり商品紹介うまくなかったかなとは思うんですが、何かのね、購入とかのね参考の一つにね、なっていれば嬉しいです。なかなか可愛い。 Google さんありがとう。ご視聴ありがとうございました。好きな人っているの？もちろんです。